あんたのバラードはお風呂の中、宿なしは新幹線の中、そしてこの引き金は喉を壊して西洋に行く途中で作ったんだそうです。とにかく書斎派ではありません。世良政則とツイスト、引き金第4位参りましょう。愛想尽かしのことはなダメなあんたに理解者といつも側に唾を吐きかけ泣きるそんなことをできるやつまるで素肌を晒しといて思い出一つも残せない悲しい女泣いた時間の中にだけあんたと並んでてあげるといつもまではそこにいた気だるい愛を背負ってはとても生きちゃいけないとお前の体は泣いているまるで今夜こそお前を落としてみせろ。